アルコール依存症の経験をラップに乗せて発信しているラッパーがいます。悩みを抱えていたら打ち明けてほしい、魂を込めたワンマンライブへの道のりを追いました。誰よりもトップさ、抜き出したペン、夢見た光景は振り出したレイ、折れたヘンズ聞いた光景。そう、はじめまして、ウスです。今日がデイワン、復帰して初のワンマン、みんなに会えてよかったです。今日が本当のデイワン、一緒に上がっていきましょう。新潟さん、イグザクラブセブン。卓越したマイクパフォーマンスでフロアを盛り上げるラッパーウス、本名川谷聡さん。長年新潟のヒップホップシーンを牽引してきました。この日は6年ぶりのワンマンライブでした。俺がね、酒でもう本当にしょうがない時に、もう血が入ってお酒飲んで、ゲが入ってお酒飲んで、地面で這いつぎられながらヤスに電話したんですよ。打ち明けたのはアルコールに溺れた日々。復活の舞台で自らの弱さをさらけ出した理由とは。ウスさんは今アルコール依存症と戦っています。家族3人で向かう先は、今日これからどちらに行かれるんですか。これから高度病院ですね。あ、でも病院行くと、そうですね、あ、まあ、安心ですよね。アルコール依存症などを専門とする病院、おととしから酒を一滴も飲まない断酒治療を始めました。病院に通う前は人生のどん底でした。ラップを始めたのは20年ほど前。すぐに頭角を現し、東京の大会などで実績を残します。しかし3年半ほど前から酒の量が急激に増えました。まあ、若いラッパーも出てくるし、それには負けたくないとか、もういろんな感情が入り乱れてましたね、はい、酒をたしなむっていうよりも酒に逃げていくっていうか、酒を酒で覆うようになってったっていうか。缶チューハイを1日に24本も飲むようになったウスさん。嘔吐や暴言を繰り返し、幻覚や被害妄想にもとらわれるようになりました。これは録音していた当時の独り言です。口のでかい女が窓のカーテンから俺に近づいてきた。日常生活もままならなくなり、2018年には音楽活動から退きました。アルコール依存症は全国に100万人以上いると言われています。本人に自覚がないことが多いため、治療を受ける人はおよそ 5% に過ぎません。ウスさんに通院を勧めたのは、苦しみの中で出会った妻のよしみさんでした。去年生まれた息子のゆうきくんの存在も支えになり、1年半ほど前から断酒を続けています。薬、今日は3種類ですね、今回は。これが、まあ、イライラを抑える薬、1日3回です、ね、これはもう、これが大事なやつですね、一番。レグテキドって、抗酒剤、飲酒欲求を抑える断酒の補助剤みたいな。月に一度の通院を終えると、いつも立ち寄るところがあります。新潟市にある実家です。両親とはかつてぶつかり合うこともありました。私はもう何とも言いません。このままね、無事に行ってくれればいいけど、なんかまたね、ないような気がする。なるわけないよね。心配になるんですよ。そう、やっぱりちょっと
イライラしちゃったり、飲酒欲求を紛らわすのにすごく苦労してるみたいなんですけど、でもなんとか上手にやり過ごしてようやくここまで断酒を続けてこれてるなっていう感じですね。結婚する前までこの家で暮らしていたウスさん、見つけたのはすごいの発見しました。ここね、俺なんかあるんじゃないかなと思って見たら、ほらこうやって、とにかくね、酒隠してたんですよ、俺久々に、もしかしてどっかあんじゃねえかなと思ったら、こんなの飲んでたんですよ。うわ、懐かしい。これ最後洗面台の下に残されていた酒、隠れて飲もうとするのはアルコール依存症の特徴の一つです。スマホいらないから。酒を断ち、去年1月には音楽業界に戻ってきたウスさん、大きな挑戦を控えていました。ニューフェイズっていうタイトル、ワンマン、ウスワンマンライブ、一応2022ボリューム1なんですけど、6年ぶり、そして復帰後初めてとなるワンマンライブです。本番まで1週間を切ったこの日、スタジオで練習をしていた曲が、落ちるとこまで落ちて仕方ねえ、今じゃしかばれも分かるしかないね。ゴースト、アルコール依存症の経験を赤裸々に綴った曲です。アルコール依存症は自分の病を認めたがらないことから否認の病とも呼ばれています。ウスさんは悩みを打ち明け、周囲のサポートを受けたことで救われました。発信する言葉が誰かの支えになれば、そんな思いで復活の舞台に立ちます。いや、いいですね、バッチリです。なかなか言えないじゃないですか、その自分が依存症だとか酒で悩んでるとかなんて。でもそこで言うきっかけにはなってもらいたいです。もうこんなね、いろいろ経験して、まあね、誰かからしたらもうどうしようもない人生なのかもしれないんですけど、まあでも再生、こっからだと思いますね。そして迎えた本番の日、誰よりも早く会場に入りセッティング、ゲストのラッパーや DJ なども訪れました。復帰したはずのワンマンですので、お邪魔します。お願いします。一度は音楽業界を離れたウスさん、大きな一歩を踏み出しました。会場には長年応援を続けてきたファンの姿が。復帰した喜びをアップテンポな曲に乗せてまくし立てます。そしてを重ねていたゴースト、自身の苦しみ、そして同じ病を持つ人へのエールを込めます。
病をさらけ出したウスさんに温かい拍手が送られました。一度もマイクを置くことなく、依存症の苦しみ、そして感謝の気持ちをラップに乗せます。久しぶりにウスのライブ見て、感動しました。最高でした。まあ、彼にしか言えないことがあると思うんで、同じような経験の人には励みになるんじゃないかなと思います。お帰りなさいって感じですね。こうやって発信することが正解かどうかは分かんないですけど、まあ、とにかく話すことで、飲みたいっていう気持ちを隠さないこと、飲みたいって絶対思うわけじゃないですか。もし悩んでる人とかが今日いたら、あ、絶対俺も頑張ろうと思ってくれたと思うんで、やっぱさらけ出してきたことには、まあ、間違ってなかったんだなって思います。アルコール依存症と戦い復活を遂げたラッパーウス。これからも同じ病に苦しむ人たちに魂の言葉を届けていきます。